皆さんこんにちは、かやです。今回はですね、私の今期のアイテム、お気に入りのアイテムの中のセットアップがたくさんあるので、セットアップを紹介していきたいと思います。セットアップってなんかみんなジャケットとパンツっていうイメージの方が多いかなと思うんですけど、案外なんかワンピース系だったりとか、オールインワンとジレのセットアップだったりとか、結構いろいろあるので、私はその中でお気に入りの4つをね、皆さんに紹介していきたいと思います。ということで、どうぞ。はい、ということで、まず1着目がですね、こんな感じのコーディネートです。このコーディネートはですね、シースルーのブラウスとこのオールインワンがセットになっている商品なので、あのコーディネートに迷うことなく、これだけでこの春夏のコーディネートとして活躍してくれます。そう、なんか他の色もあるんですけど、私は今回ベージュのセットアップがいいなと思ったので、この組み合わせにしてみました。もう一色のカーキの方は黒のインナーがセットになっていて、それもすごいね、なんかモードっぽくて可愛かったです。なんかちょっとね、オールインワンの形自体はワイドな感じで、ちょっとなんて言うんですかね、体のシルエットに沿うような感じではなく、すごくこう緩いシルエットなので、お尻が気になる方だったりとか、体のラインが出るのが嫌だなっていう方とかでも着れるかなって思います。夏だとね、ピタッとしてると汗かいたりとか蒸れちゃったりとかすると思うので、これぐらいこう余裕があった方がいいのかもなって思いました。で、このコーディネートはこんな感じのジレがそれぞれ別売りなんですけど、同じこのリネンの生地なので、セットアップみたいな感じで着れるようなものになってます。結構形がね、ワイドでかっこいい感じ、ワンランク上のコーディネートというか、ちょっとこう決めたいなっていう時とかにこういうのがあるといいんじゃないかなって思います。次はですね、このサテン生地の、セットアップです。これさ、パンツがまずすごい可愛くて、横にスリットがめちゃくちゃ入ってるんですよ。めちゃくちゃ入ってるってなんか言い方あれだけど、深いですよね。なので、例えば、まあ、夏でも私結構ブーツとか好きで合わせちゃったりもするし、つま先が空いてるタイプのブーツみたいな長さの靴とかありますよね。なんかそういう靴とかとも相性が良さそうだったりとか、まあ、普通にサンダルとかでも合うし、結構こうスリットががっつり空いてることによって足首までしっかり見えるので、お気に入りのね、靴とかを隠すことなくコーディネートができるかなって思います。アンクレットっていうのかな、みたいなやつをつけたりしても、なんかこうこれぐらいね、横が空いてると見えるんじゃないかなと思います。色味がね、なんかこう渋い緑色渋い緑色、うん、他に言い方わかんないんだけど、渋い緑色なんですよ。深緑だなんかクリーミーすぎず絶妙なカラーでお気に入りです。本気っぽい、今時っぽいね、透け感のあるようなトップスなんですけど、こうボリュームがね、ふわっとあるので、1枚でさらっと着ても可愛いし、ベルトでキュッと締めていただいて、締めるところは締める、でふわっとするところはするみたいな、メリハリをつけるコーディネートにしても可愛いのかなと思います。ベルトもね、付属でついているので、ベルトでキュッと締めていただいて使えるし、あとチョーカーみたいに首に巻いてもこのコーディネート可愛いなって思いました。なんか私、ベルトって付属でついてるもの、意外とその服以外でもすごい活用したりするんですけど、すごいね、付属のベルトとかも高級感があって、安っぽくないので、このセットアップはすごい使えると思います。ここでね、使えると思う。なんかベルトはベルトでも使えるし、トップスはトップスで別のね、デニムとかチノパンとかと合わせても絶対可愛いし、もちろんパンツもね、このワイドな感じとかシャラシャラな感じが可愛いので、それぞれ楽しめていいなって思いました。はい、次のセットアップがこちら。これね、今朝届いたのだから買ったばっかりで、私も着てみたんですけど、すごいこれも可愛かったです。この千鳥帽子ってなんかちょっとこう古くからある柄というか素材だと思うんですけど、すごいこのなんかちょっとレトロ感のあるようなキャメル の千鳥帽子が可愛いなと思って買ってみました。パンツは S サイズにしてみて、結構丈感もぴったりで、私155センチなんですけど、ちょっとこう高さのある靴と合わせれば引きずらないで、下をこうめくるほどでもないぐらいな加減でした。はい、でベルトループとかもついてるので、まあ、上にしたければ上にも使えるし、結構このパンツ活躍するんじゃないかなと思います。なんか普通に白 T に千鳥帽子のパンツとかでも可愛くないですか。一周回ってちょっと綺麗めなパンツに
T シャツとかもありなんじゃないかなと思うので千鳥格子のやつ欲しくて買ってみました。確かセット売りはされてなくて、ここで普通にセットアップとして着たいなと思って別々で買ったアイテムなんですけど、このジャケットも同じ柄のジャケットです。でこれが普通のジャケットとちょっと違くてノーカラーなんですよ。なんかスルンってしてるじゃないですか。ここに襟がついてないのでストンとしてくれてて、ここにこう無駄がないのでインナーが際立つといいますか、こうごちゃごちゃ見えないでコーディネートに私的には合わせやすいかなと思います。でこのジャケットをジャケットとパンツでセットアップで着たいなと思って、まあ、インナーはね最近私の中でマイブームの白 T で合わせてみました。この白 T はコスのアイテムです。でなんか小物とかもね今回結構ジャラジャラつけてて、指輪も結構ねジャラジャラつけてるし、バングルとかもつけてるし、ピアスとかも結構大きめのものをね全てチョイスしてつけてるんですけど、なんだろう、夏ってまあ、ジャケットとかはね夏ジャケット着るのっていう感じだと思うんですけど、でもなんかこの暖かくなってくる春夏にかけて結構アクセサリーって重要だなって思って、髪の毛もね結構こういう感じでアップにすることとかも増えると思うし、まあ、これから半袖になったりとかすると結構白 T1 枚だけだとおしゃれに見えない可能性もあるというか、でそういう時にネックレスだったりとかチョーカーだったりとかバングル、指輪とかねピアスとかをちょっとつけてることでより印象的なコーディネートになってくれるんじゃないかなと思うので、私は結構この春夏は小物でいっぱい遊べたらいいなって思ってます。春夏になってくるとシルバーとかのアクセサリーとかすごい集めたくなるんですよ。で冬になったら結構なんか厚着になるから見えないかなとか思ってつけるのサボったりするんですけど、また私の中でも小物のブームが巻き起こっているのでジャラジャラねつけて遊びたいなって思ってます。レトロっぽいシルエットのものを着たりするときはやっぱりアクセサリーとかがあると女性らしくこうなるので、メンズライクになりすぎないコーディネートになって可愛いかなって思うのもありますね。はい、最後のコーディネートがちょっとサマーニットのねコーディネートです。これもねセットアップでセットなのでコーディネートが本当楽ですよね。セットアップって何がいいかってもうねコーディネートが決まってて非常に楽なのにおしゃれに見えるっていうね、その素晴らしさ、もうね3つ4つセットアップ持ってたらもうなんか正直服いらないんじゃないかなっていうぐらい着回せるぐらいにすごく万能です。なのでちょっとセットアップ私もいろいろ集めたいなって思ってて今回こういう企画をやってみました。でこのセットアップはサマーニットで結構鍵編み緩めなので、中に透けてもいいインナーを着てあげることをおすすめします。私は白 T で今回もねまた白 T って感じなんですけど白 T で合わせたんですけど、まあ、最近だったらこういうねシースルーのトップスとかも流行ってるのでそういうシースルーのトップスと合わせてあげたりしても可愛いし、まあ、真夏だったらキャミとかの上にカップ付きのキャミソールとかの上にこれを羽織ってあげてもそんなに変じゃないかなっていう感じですね。でこのセットのパンツもすごい可愛くて結構ね透け感があるんですよ。だけどちゃんと裏地もついてるのでなんだろう、パンツは見えないっていう安心感のあるけどシースルー感も楽しめるようなパンツです。パンツをがっつり見せてショート丈のトップスで合わせるっていうよりかは結構こうルーズな長めな丈のトップスと相性がいいんじゃないかなっていう感じで、まあ、セットアップされてるねこのコーディネートはもちろんなんですけど、もしパンツだけで合わせる時もちょっと長めなトップスの方が可愛いかなと思う。インナーについてるその裏地が可愛いけどちょっと半端丈で、まあ、そこが見えないぐらいな丈のトップスの方がより合うかなと思います。まあ、だこのコーディネートはめちゃくちゃもちろん合いますよっていう感じのコーディネートに組まれてるんですけど、でもなかなかさここまでこうアシンメトリーというか左右の長さが非対称のものってなかったりもすると思うのでぜひ挑戦してもらいたいです。はい、なんかずっとこれ裏返しで紹介してた、こうやって逆だった、これさこれせ、そうそうそう、こっちが正解です。はい、こんな感じのベルトがついててアシンメトリーな、片方はついてなくて片方は長くついててみたいな感じのね、はい、このセットアップすごくお気に入りです。はい、ということでいかがでしたでしょうか。セットアップは、まあ、簡単にコーディネートが含めて
おしゃれに見えるっていう、まあね、間でも言ったと思うんですけど、そういう利点があるので、いくつ持っててもすごく着回しも効くし、私はすごいね、毎回欲しくなっちゃうようなアイテムです。で、今回結構コーのアイテムが3着っていうことで多めだったんですが、コーはね、昔から使ってて、結構デニムとかの変形のものだったりも強いし、でも今シーズンは結構私の好みなね、なんかこうセットアップがすごい多くて、めっちゃテンション上がっちゃいました。で、まあこれから発売されるものとかもね、先行発売してるものとかもあると思うんですけど、ゾゾタウンとかでも購入できるので、ぜひチェックしてみてください。アンティーローザの、このセットアップは、これもね、ゾゾタウンで購入したので、まあどっちもね、ゾゾタウンでぜひポチってください。はい。はい、これからもこの、アイテムとかね、全然動画とかでもたくさん出てくると思うので、ぜひぜひ楽しみにしていただければなと思います。ということで、私の最近購入した今季のお気に入りのセットアップを4コーディネート紹介してみました。チャンネル登録と高評価とコメントぜひお待ちしております。またインスタグラムとツイッターもね、やっているので、よかったら遊びに来てください。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。I gotta tell you something I could do.